こんにちは、新之助商店の慎吾です。今回はプラス J が3月19日に販売とのことで、30代アラサー、アラフォー世代はどのアイテムをチョイスすると題して動画を作りました。参考になるコーデや情報が一つでもご提供できれば嬉しく思います。今回の動画の目次です。新之助的プラス J お気に入り商品のご紹介、簡単なカラーコーデ提案、プラス J 購入の秘訣、以上3部構成となっております。まず最初に新之助的プラス J お気に入り商品のご紹介です。アウターカットソーシャツの順で気になった商品を紹介していきたいと思います。まず最初にアウターのご紹介、新之助が気になるアウターはズバリこれです。オーバーサイズステンカラーコート、この絶妙な配色が最高です。オンでもオフでも着れるデザインで、1枚持っていればかなり使い勝手が良いアイテムかと思います。お値段は 14,900 円とユニクロにしては高めで、ジルサンダーにしては安いです。他には個人的にブルゾンなども気になっており、生地感を目で見て実際に試着して購入を決めたいと思っています。購入できたらレビューさせていただきます。アウターは総じてオーバーサイズで作られている様子で、ごわつきが解消されて良さそうです。販売が待ち遠しいです。続いてカットソーですが、こちらも気になる商品で溢れております。まずは個人的大本命のドライスウェットハーフジップパーカーです。ハーフジップがいい感じのデザインでかなり気になっています。コットンに見えながら肌触りは爽やかと商品説明に書いてあったので、その風合いも非常に楽しみです。個人的にはこの絶妙なカラーのオフホワイトと先ほどのオーバーサイズステンカラーコートを合わせたいです。あと気になったのがドライスウェットシャツです。個人的にこの絶妙な配色のグレーが気になっています。 PC では薄いパープルのような雰囲気にも見えますが、パーカー同様に実際どうなのか楽しみです。続いてはボタンシャツになります。プラス J はボタンシャツが最高だと個人的に感じてますが、いつも売れ残っている感じがします。まず絶対欲しいと思ったのがスピーマコットンオーバーサイズシャツブルゾンです。こういう春に着れるシャツジャケット本当に探していました。カラー展開は3色プラス2型で迷いますが、春らしくブルーのストライプを検討しています。早く実物を見てみたいです。次に気になっているのがスピーマコットンオーバーサイズオープンカラーシャツです。これは夏仕様になるかと思うのですが、このブルーの色味最高です。こちら3色プラス2型の展開で、ベーシックとストライプどちらも欲しいところです。お次は簡単なカラーコーデ提案になります。アウターカットソーボタンシャツ1点ずつピックアップして、それぞれのアイテムを軸にカラーコーデ提案をさせていただきました。まず最初のカラーコーデはオーバーサイズステンカラーコートを軸に考えたカラーコーデです。とっても綺麗なネイビーに合わせて、インナーはスピーマコットンオーバーサイズスタンドカラーシャツでどうでしょうか。同系色でまとめていますが、ストライプがアクセントになります。そしてパンツはワンタックテーパードパンツ、特にブラウンカラーが春を感じさせてくれる気がします。新之助的カラー提案はネイビー×ホワイト×ブラウンです。春先に合わせたいコーデになります。お次のカラーコーデはドライスウェットハーフジップパーカーを中心に考えたいと思います。こちらの商品はハーフジップなのでボタンシャツと大変相性が良いと思うので、スピーマコットンオーバーサイズシャツブルゾンをパーカーの上に合わせたいと思いました。オフホワイトとスカイブルーは好相性です。パンツはネイビーのワイドフィットテーパードイージーパンツで合わせたいと思いました。新之助的カラー提案はスカイブルー×オフホワイト×ネイビーです。上半身はカジュアルで、下半身はカッチリでコーデしました。最後のコーデ提案はスピーマコットンオーバーサイズオープンカラーシャツです。これはインナーに丸首の白 T を着て大人の清潔感を出したいです。パンツはワンタックテーパードパンツのナチュラルカラーはどうでしょうか。かなり夏っぽいコーデになるかと思います。新之助的カラー提案はネイビー×ホワイト×ナチュラルカラーです。ぜひ初夏に試していただきたいコーデになります。プラス J 購入の秘訣ですが、前回の経験を踏まえてお話しさせていただきます。実はかなり単純で、普段あまり人気がないユニクロのお店に行くか、大型店は狙わず街のユニクロ店舗が意外に穴場ということです。ただこれは前回の経験からのお話なので、今回はどうなるのか分かりません。参考程度に記憶していただくと何の問題もなくプラス J をゲットできるかもしれません。
今回の新之助商店の動画はいかがだったでしょうか。スタイリングのヒントになったり、プラス J 購入の後押しになっていたら幸いです。もし動画が参考になったよと感じていただけたら、チャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると嬉しく思います。インスタグラムでは過去のスタイリングも見られますので、ぜひフォローよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。